はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスバイス、続きをやっていきたいと思います。で、まあ前々からちょこちょこ言ってる、なんか動きが遅いって言ってたんですけど、なんかどうもね、この動画自体はキャプチャーボードを通して撮ってるんですけれども、キャプチャーボードを通して撮ろうとするとちょっと携帯が重くなっちゃうみたいですね、自分のやつは。で、キャプ棒を外して、まあ普通にやってみたところ、まあ意外にサクサク動いたんで、まあちょっとこの動画に関しては少し先頭部分と移動部分ですね、重たいところが、あるかと思いますが、ご容赦ください。で、セイレンの塔行く前に、まあクエストをちょっと終わらせたのと、レベルがですね、だいぶ上がりました。もう、なんか29、29、レベルマックスとか、いう感じになってるんですけれども、まあ、なんでこんなレベル上がってんのかっていうとですね、こう実は次元の狭間ですね、この次元の狭間っていうのがあって、で、欲望の狭間ということで、素材と経験値をゲットクポーっていうやつで、この経験の間ですね、これがすごい経験値もらえるんですよ。で、1日1回これ外せるんで、で、あと今ロック上の2つ、創造の間と覚醒の間もかかってるんですけど、一応ラピスを使えば解放できます。で、まあ、経験の間があと46分あるんで、ちょっとどれくらい経験値もらえるのかっていうのを少しやってみましょう。中級ですね。まあ、最初は初級から行くんですけども、初級でもだいぶ経験値もらえます。で、あと、この、同行者を連れていくと、経験値が、経験値ね、これ分配式なんですよ。例えば、1000手に入れたら、その1000を人数で割るみたいな感じなんで、まあ、レベルを上げるときは同行者なしで行きましょう。なんでこのメンツで、まあ、出発すると。で、まあサクサクサクと倒していきましょう。で、このポイズンソートードのね、毒粘液がね、鬱陶しいんですよ。毒がね、一旦ごとにね、結構減るんですよね。で、この毒そのものは継続するんで、この戦闘が終わっても。まあ、かといってね、毒消しを使うまでもないんで、やっぱりもったいないんで、まあ、ポイズナーがあれば魔法で毒は治せるんですけど、まあ、これは単なるレベル上げなんで、ちょっとご利用していきましょう。まあ、基本的に1ターンで1体ずつは倒せますね。噛みつく。まあ、もしやってる人がいると分かると思うんですけど、やっぱ戦闘がちょっと遅いっすよね。もっとサク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 っとみんな攻撃してくれるんですけど、まあでもこのくらいのスピードでもダメージが分かるっちゃ分かるから、まあいいのかなとは思ってます。あんまり速すぎてもちょっと訳が分からないんで。で、次が最後ですね。まあ、最後はちょっと全力でいきましょう。クルル、そう、レベルが上がってもね、サンダラとか覚えてます。サンダラは敵全体に雷ダメージと。で、トロンもリミットの敵全体ダメージを使って、そう、明鏡とかね、なんかあんま使ったことないですけど、いろいろ覚えました。よし、ゴー。2体は倒せないな、やっぱり。まあフレンド枠があればもうちょっとだけ効率は良かったかもしれないですけど、まあ、経験値6等分ですかね、そうすると。で、これでクリアで、クエストクリアで、ここで手に入る経験値ですね。まあギルは大したことないし、30。このユニット経験値です。15,652って、だいたい1万5000前後入りますね、この1回の戦闘で。で、次へと。で、今もだいたいこのレベルでも、3000くらいで、レベルは上がるんで、まあクルルとかは4000必要ですけど、っていうか、
上の2人がマックスになったな。マジか。で、あとレベルマックスになったやつをどうも強化できるみたいなんで、まあ強化をして、あとラピスも今900あるんで、一回ガチャ引いて、まあ、セイレーンの間に行きますか。じゃあユニットで、まずこいつ。あれ覚醒だっけな、強化だっけな、どっちだっけ、覚醒か。そう、覚醒で、結構使うな。この覚醒素材ってやつですね。肉が足んねえな、肉が。やった。光の石像みたいなのがないのか。素材が足りません。こいつダメだ。ドローンはね、いけるはずっす。このしょぼキャラ。じゃあ、このしょぼキャラを覚醒させましょう。そもそもどうなんの？ランクが上がるの？こいつだって星1でしょ？アウェイキング。ほう、これは興味深い。あ、星2になった。魔法は？あー、レベル12で解放されるな。え、レベル 12？ だってこいつレベル15がマックスだったっしょ？ってことは、あ、レベル1に戻ってんな。ここっすね。30分の1。なるほど。主人公。こいつ主人公なのかどうかわかんないけど。あ、光の石像みたいな。必要っすね。じゃあちょっともうマックスで、まあ、戦うのもったいないっすけど。召喚か。レア召喚をすればいいのか。じゃあちょっと、召喚しましょう。500使って。今900あるんでまたすぐ100貯まるし。さあ、いいのよ、出ろ。青。青ってダメでしょ。パリーン。星3みたいな。星3。フランか。フラン入れよっかな、じゃあ。ユニットで。レベルマックスになってるからな。ちょっとこいつと入れ替えよう。ほい。新たな戦力、フラン。ちょっと見てみましょうか。あ、装備がないんだ、装備が。そういえば最強でどこまでいける？なんもない。なんも装備できない。どうしよう。じゃあちょっとフランはまた後でレベルを上げるとして、セイレーンの塔を先に攻略しちゃいましょう。ちょっと経験値とか、まあ、効率的にいくと全然効率は悪いんですけど、まあ、ちょっと効率中じゃなく、まあ、楽しむ方向でやっていきましょう。もしかしたらこの移動速度とかももう少し速いかもしれないですね。物語はちょっと進んじゃうとあれなんで、まあ、キャプチャーしてやってますけども。ラスベル感じたか。何を。ああ、こいつはまずいな。塔の最上階から異様な気配を感じる。こいつも木をコントロールできんのか。精霊の戦闘力はいくつだ。よし、じゃあ挨拶しに行こうぜ。挨拶って言っても退治するだろう。本気か。もちろん。美女にトゲはつきものだろ。今の俺ら超強いかんね。レベルマックスだろお前ら。後悔しても知らんぞ。探索系じゃなければサクサクっといけるんだけど。よし、まあ大体こういうので探索系はなさそうだからな。まあせっかくなんで連れて行きましょう。ガーランドか。この鉄仮面ガーランドだったんだ。エドガー、これかっこいいな。誰だ。メディウス。ちょっとわからん。で、これシャドウで、これセシルで、あ、フランがいる、フラン。俺も普段は持ってるよ。あ、クルルがいるじゃん。まあ、適当に上のこのシャドウを連れてきますか。以前、この塔にモンスターは出なかったはずだ。クリスタルが破壊された影響がこんなところまで。まあ、悪いことばかりじゃないさ。伝説の美女も蘇ったわけだし。美女ってさ、まだ見てないからわからないじゃん。あ、このね、石像はね、魔法なんすよ。ご利用せるけど。いや、呼べえな、こいつらも。
楽勝にぶっ倒せる。まあ、これはもしかしたら当分サクサクいけるかもしれないですね。やっぱり次元の狭間の経験値が半端ないんで、もうワンターンキルだし、いやもう君たちでは相手にならんよ。出てくるだけ無駄だな。そうだな、レインのヒットポイントなんて1258って。あ、でもトロンレベル1だっけ。トロン戦力外でもさ、この強さだから。トロンを狙わないでくれ。16とかもう。まあトロンはいつまで使い続けるかっすよね。レイン、念のために言っておくが、セイレーンは厳重だ。つまり、とびっきりの美女といっても、獣であり人間じゃないんだぞ。見損なうなよ、ラスウェル。獣でも何でも、美しければ問題なしだ。そうだ、差別はしない。ああ、そうかい。でもさ、獣なんだよ。どうなの、本当に。これで経験値これ500っすからね。トロンレベル2、レベル3、レベル4。めっちゃ上がるな。プランとか次元の狭間連れてったら速攻でガンガンレベル上がってきそうだな。消費体力3って足りるか。体力8しかない。まあ、すぐ9にはなるけど、こいつ連れてこう。4個あったらちょっといけないっすね。消費体力がないんで。3個で終わってほしい。なんか魔導書みたいなの落としたな。そう、アイテムがね、全然ないんですよ。ちなみに装備も全然ないっす。レベルだけ上がっていってるっていう。完全にこれ肉体で押してますからね。あ、なんか。めんどくさいの食らったな。クルルはね、ちなみにレベルが上がって勝手にケアル覚えましたね。まあ、全然回復する機会はないけど。ルナってなんだ、ルナって。まあ、オリジナルキャラなのか、自分が単純に知らないキャラなのか。 FF だったらね、大体わかるんですよ、キャラクターは。大体やったんで。 FF9 はちょっとやってないんですけど、あと11もやってないですね。シャントット、名前間違えてましたかね。シャルロットとか言ってましたからね。まあ、あいつはなんかいろんなゲームでちょこちょこ出てきてるんで、まあ、見たことはあるっていう。そして走行しているうちにクリアと。あと2つだったらきつい。あと1つで会ってくれ。はい、ちょっと回線の不調で1回落ちてしまったので、セイレーンの塔中層からもう1回やっていきたいと思います。仲間はどうしようかな。セシルでいいか。ゴー。モンスター邪魔をするな。早くセイレーンに合わせろ。セイレーンには人を惑わす力があると聞くが、会う前から惑わされるやつがいるとは思わなかったぜ。ん？それって俺のことか。他に誰がいる。まああとはタコ殴りでいいでしょ。またもうここは楽勝だな。お、そうしたら。これもワンタンキル。あれ、中層で今ボスって出てたな。中ボスなのか、セイレーンなのか。
ボスの間だ。そうさら中ボスでもなんでもねえし。最上階はまだまだかよ。でも俺はくじけない。伝説の美女のご尊尊を拝むまでは。言っておくが、その美女は俺たちを攻撃してくるかもしれないんだぞ。バカだなラスウェル、それもまたいいじゃないか。こいつの趣味がよくわからん。448か、経験値は。トロンのレベルも上がらないし。お、光のなんちゃらを手に入れた。次で最上階かな。上層、上層ってことはまだ先がなんかありそうな気もするな。最上階って出てきそうだからな。しかし考えてみたら、セイレーンが美女とは限らないな。な、何？もっと言えば男の可能性もある。そうなのか。ごめん、今のは冗談だ。うん、まあ男の可能性もなきにしもあらず。ラスエとレイオナ、ちょっと上げたいからな、ランクを。あ、ブロックスがちょっと残ったな。15とか弱すぎる。あとはな、装備をもう少し充実させたいっていうのがあるんですよね。レベルの割に装備が貧弱だからな。セイレンはきっと極上の美女だ。やる気を取り戻せレイン。おう、力がみなぎってきたぜ。なんて単純なやつだ。カイエンがいつもちょっとなんか遅れてるな。一番最初に突っ込んでって最後に刀を鞘に収める。最後は毎回ボスって書いてあるんですよね。普通にボスでもなんでもないけど。てか3人殲滅したな。超強い。塔の最上階から感じるこの気配。いよいよセイレンとご対面ってわけか。これが幻獣のプレッシャーなのか。セイレンと戦って俺たちは勝てるのだろうか。勝てるだろうどう考えても勝てんだろう、このレベルなら。まあ、あとでちょっとフランのレベルも上げるんで、誰外そうかな。もう星1のやつ外そうかな。名前いつもかな。トロンだっけ。またちょっとコネクティングが悪いな。はい、ちょっと回線の不調が続きますけれども、セイレンの塔最上階ですね、やっていきたいと思います。これはカインを連れていきましょうか。裏切り者カイン。ああこいつか。セイレーンっぽいな。相手は幻獣、ただのモンスターじゃない。ただ俺は戦う前から負けることなんて考えてないぜ。そうだな、たとえどんな強敵でも恥じない戦いをせねばな。グランシェルトの騎士として。そんなに強いのこいつ。来たぞレイン、セイレンだ。なるほど、確かにこれはすごい美女だ。だからこそ男としては強いところを見せないとな。よし燃えてきたぜ、やるぞラスウェル。さてやるか。じゃあこいつはサンダラでいくか。トロンはサンダーでいって、ティナはまあファイアビームでもやっておきますか。カインジャンプ。ラスウェルとレインはどうしようかな。ラスウェル、この明鏡を使ってみよう。レインは、レインが攻撃だな、普通に。よし。ほい、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 ほいと。カインが飛んでった。いや、もうこれ3ターンで倒せんだろう。
大して強くないぞ。あ、カインはもうこれで降りてきて出番が終わるってことか。なんかサンダーしかも弱点じゃなかった？あと普通に攻撃でいいか。おお、ほらほらほら、雷弱点だよ。次のターンで終わりだな、変身でもしない限り。もうボコシでいいや。まあさすがにここまでレベルが高いとボスも楽勝だな。やれやれ、確かにすごいビジョンだったな。ああ、ともかく勝ててよかった。これもビジョンの力のおかげだ。ビジョンの力をくれたクリスタルの女の子に感謝しないとな。それとレーゲンさん、お前の父さんにもな。ああ、まあな。経験値だって280しか持ってないよ。見事です、強き者よ。喋った、幻獣が。私の名はセイレーン、あなたたちが幻獣と呼ぶものです。力を制するにはより大きな力、それもまた真理の一つ。この私を恐れることなく真正面から倒すものを待っていました。あなたたちに私のすべての力を託しましょう。力から目を背けることなく、また別の真理を探る道をもとに。なんかくれんの？てか召喚獣になるのかな。幻獣って言ってたから。あ、石になった。魔石と同じ原理か。 FF6 の幻獣セイレーンを手に入れた。なるほど、石になって力になると。まさかセイレーンの力を手に入れるなんて。ああ、大きな力だからこそ慎重に使わないとな。てかお前ら召喚キャラじゃねえだろ、どう考えても。パワータイプだろ。ああ、わかってる。女の子の扱いなら任せておけって。任せておけ？俺の記憶ではレインが女の子と付き合った経験はないはずだがな。今の一言、セイレーンの一撃より効いたぜ。セイレーンが石になったことには何も突っ込まないんだな。お、ラピスが100個手に入った。これでまたガチャが引ける。まあトロンは相変わらずのレベルの低さだな。なんかいいキャラ出てくれよ。次はダルナキア平原か。まあダルナキア平原に行く前に幻獣について。幻獣はユニットにセットをすることができます。なるほど。おお、ステータスも上昇するんだ。召喚ゲージを貯めることで強力な召喚魔法が使えますと。なるほどね。幻獣は特定のアイテムを与えるとレベルがアップします。なるほどなるほど。SP を消費することでピースを取得することができます。ステータスを上げるピースやアビリティが使用できるピースになるかあります。なるほどね。はいはいはい。そんなことより俺は今ガチャだ。召喚レア召喚いくぜ。また青かよ。まあ大体青でしょうね、こういうの。ベディール、誰これ。アラジンみたいな。アラジンに出てきそうなキャラは何なの。魔法剣士って言ってたな。魔法35で取得。何を取得するんだ。35でサンダー剣、あともう一つ23で取得しますね。はい、というところでセイレーンの塔をクリアして、まあフランとさっきのアラジンみたいなやつが仲間になったんで、まあ少しレベルを上げてパーティー編成をしてまた次回やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。